はい、皆さんこんにちは。今回は A の 2F の紹介をしていきたいと思います。 A の 2F なんですが、裏板ありのアーク溶接の下向きになります。今回用意するのが板厚 9mm の板2枚と 6mm のフラットバーを用意しています。こちらをこのように裏側に仮止めをしてつけて溶接をしていきます。でルート間隔の方ですが、今回5ミリルート間隔を空けて溶接をしていきます。ここが狭すぎると裏当てとの溶け込みが弱くなりますので、最低でも4ミリ空けた方がいいかなと思います。今回は5ミリで溶接をしていきます。仮付け箇所は決まっていますので、このような感じで同じような場所に仮付けをして練習をしてみてください。この裏板ありの溶接試験は、しっかりとこの裏板に溶け込ませていないと試験に合格できませんので、しっかりと溶け込ませれる方法を紹介していきたいと思います。で今回1層目で使用する棒が LB の47の 4mm 棒を使用していきます。で1層目の進行方法なんですが、このように低水素棒はスタートブローが入りますので、バックステップをしてこのぐらいの溶接角度を保持しながら溶接をするようにしてください。アーク調は2ミリから3ミリぐらい浮かした状態で溶接をしていきます。この角度はプールの動きを見ながら変えていかないといけないので、プールの動きがよくわからない方はこちらの動画を視聴してみてください。あまりプールがついてこない場合はしっかりと棒を立てて、プールが棒を追い越してしまいそうになる場合はこのように棒の角度を倒して進行をしながら溶接をしていきます。これは溶接中に調整していった方がいいですので、棒の角度でプールのスピード感を制御しながら溶接をしてみてください。で1層目の電流は190アンペアで溶接をします。高めでしっかりと裏板まで溶け込ますという方法で溶接をしていきます。でこちらが溶接映像なんですが、しっかりとプールが追い越さないようにしながら、貝先のルートまでしっかりとプールの幅が出ているのを確認しながら溶接をするようにしてください。プールを見てもらうと分かると思いますが、しっかりと一定の形を保って両貝先に溶け込んでくれているのが分かるかなと思います。この状態を維持しながら溶接をするようにしてください。ここで棒を立てすぎてしまうとプールがどんどん棒を追い越してしまいますし、寝かせすぎてしまうとプールがなかなかついてきてくれないので、途中で棒が足りなくなったり様々な原因になりますので、プールが一定のスピードでしっかりとついてきているというのは確認しながら溶接をするようにしてください。これが1層目を終えたビード外観です。スラグがついている状態ではこのような感じになっています。でここで注目するポイントなんですけど、このようにしっかりと溶け込んでいる場合は裏板にこのような感じで筋が入っています。この筋が入っているとしっかりと溶け込んでいる証拠にはなります。ですがしっかりと溶け込んでいてもこの筋が出ない場合もありますので、しっかりとプールがルートの両端を溶けていて見た目的にもペタッとした溶接になっていれば、基本的には溶け込んでいると思いますので合格はできると思います。なのでルート間隔が狭いとこの筋が出にくくて、溶け込んでいるかが実際曲げてみないとわからないっていうことにもなりかねますので、ルート間隔は5ミリぐらい空けておくと安心かなと思います。1層目のスラグを外した状態がこのような感じです。しっかりとビードがペタッとなっているのがわかるかなと思います。ここでアンダーカット気味になっていたりオーバーラップ気味になっている場合は溶け込んでいない可能性が高いですので注意してください。で2層目なんですが、2層目はしっかりと両貝先の1ミリ残しぐらいまでよもりを上げたいので、このようにウィービングをしながら溶接をしていきます。この時に肉をしっかりとためようと進行を遅くしすぎますとよもりが逆に高くなりすぎてしまったりするので、しっかりとプールを見てよもりの高さを調整しながらこのぐらいのスピード感で溶接をするようにしてください。僕は実際に棒の振り方のスピードはこのぐらいを維持しながら溶接をしています。あまり遅く肉をためすぎると溶接棒も途中で足りなくなってしまいますので、このぐらいのスピード感ですと4ミリ棒を1本使うだけで最後まで走り切ることができますので、
プールを見ながらこのぐらいのスピード感を維持して溶接をするようにしてみてください。で2層目は150アンペアで溶接をしていきます。で2層目も1層目同様しっかりと棒の角度でプールの動きを調整しながらこのように進行をしていってください。だいたいよもりの高さは貝先が1ミリぐらい残る状態を目安に溶接を今はしていってます。ここの部分に注目してもらえば分かると思いますが、しっかりとプールが同じ形を保ちながら棒と同じ速度でついてきているのが分かるかなと思います。ここでついてきているし幅もしっかりと出ているのに、もっとゆっくりと棒を立てて進行してしまったりするとよもりが高くなりすぎますので注意してください。今はしっかりと同じスピードでプールがついてきていますので、このぐらいの棒の角度がちょうどいいかなと思います。プールが離れすぎてついてこないなと思う場合はこの時に棒をしっかりと立ててください。逆にプールが追い越そうとしてきて棒に巻き込んでくる場合は棒をもう少し寝かしてから溶接をするようにしてください。このスピード感ですとある程度余裕で1本の棒で足りますので、棒の残り具合でもスピード感を調整するようにしてみればいいかなと思います。で2層目からは僕はしっかりとクレーター処理をしてクレーター部分のよもりの高さも出していきます。この時にクレーター処理も忘れないように進行してください。それと1層目2層目3層目は LB の棒を使用していますので、バックステップも必ず忘れないようにしてください。でこちらが2層目を終えたビード外観です。この時に試験の際はしっかりとスラグを除去してから3層目の溶接をするようにしてください。これは1層目の時も同様です。スラグが残っているとスラグを巻き込んでしっかりと溶け込みが得られなかったりしますので、きれいに除去はしてワイヤーブラシでしっかりと磨いて掃除をしてから最終層の溶接をしてください。で掃除をし終わった外観がこのようになっています。だいたい貝先が1ミリぐらい残っているのがわかるかなと思いますが、このぐらいの高さが一番溶接はしやすいと思います。しっかりとペタッとなっていますので溶け込みも完全にしていると思いますので、このような見た目になるように練習をして試験に臨んでみてください。で3層目なんですけど、3層目も2層目同様電流は変えずに150アンペアで溶接をしていきます。でこの3層目のビード外観をきれいにするコツなどはこちらの動画などで紹介していますので、よければこちらの動画も視聴してみてください。リーディングをしながらしっかりとプールが両端を埋めているのを確認しながらこのように溶接をしていただければ綺麗な溶接に仕上がると思います。この時に両端はあまり止めなくてもしっかりと肉が溜まっていればアンダーカットは絶対入りませんので、無理に肉を溜めすぎてゆっくり進行しても意味がありませんので、このぐらいのスピード感で溶接をするようにしてください。で3層目は1本の棒でもこのぐらいのスピードで進行したとしても結構棒の残りはギリギリですので、最後のクレーター部分で棒が足りなくなった場合は別の棒を使用して最後にクレーター処理だけしてもらえればいいかなと思います。この辺の道中でアークを切ってしまうと曲げ試験の対象になりますので、クレーターの部分ぐらいまでは1本の棒で溶接をしきれるように練習してみてください。で3層目も最後にこのようにクレーター処理をしっかりしていきます。はい、こちらが最終層を終えたビード外観です。スラグを外してみるとこのような感じになっています。アンダーカットがなくしっかりとよもりもこのように出ていますので、これで試験には十分合格できます。最終層は棒が足りなくなってしまう可能性がありますので、このぐらいのスピード感で早めに溶接をするようにしてください。止めなくてもカットは入りませんので、しっかりとプールを見ながら溶接していってもらえば大丈夫です。でもしクレーター処理をする手前で棒が短くなってしまった場合はこのように最後だけクレーター処理を別の棒を使用して溶接してもらえば大丈夫です。はい、これで今回の動画を終わりたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。